現役ドラフトでドラゴンズからこのバファローズに加入したこの鈴木、これがバファローズの初登板ということになります。去年のドラフト1位でドラゴンズに入団、2019年には14セーブを挙げました。対決右方向、アウトコースに外れば捉えた、当たりだ、ショート止めない、万波は三塁ストップ。どうでしょう、強い当たりでしたが記録はヒットです。ドラゴンズ選手のガッツポーズじゃないですかね。記録はヒット、いいボースのカットボール、2球目インサイドにちょっと抜けたボール、コースボールは高めを要求、バットは止まりました、際どいところ、空振り三振、ここは鈴木宏が投げ切りました。代打野村、いいぞ、初球から振っていきます。真ん中に来たが、アウトコースのカットボール、続き対野村勇希、ストレート150キロをファールにしました。打ち上げた、ライトへのフライです。ここは鈴木宏がしのぎました。